パラボーロピアチェンツァは、イタリアピアチェンツァを本拠地とする男子バレーボールクラブチーム。総称はコブラピアチェンツァ。通称はピアチェンツァ。スポンサー名込みの総称及び、通称1982年、パラボーロピアチェンツァが創設される。1990年にセリエ D から C に、 1996年に C1 から B2、2000年に B1 から A2 へそれぞれ昇格。2002年にコッパイタリア A2 で優勝、さらにレギュラーシーズンで全勝優勝し、セリエ A1 へ昇格を果たした。レギュラーシーズンを12位で終えた A1 昇格1年目の2003年、シーズン後にアシステルミラノと合併し、戦力強化を図る。 翌2004年、初のプレーオフファイナルへ進出したものの、トレビーゾに完敗し準優勝。2005年は、レギュラーシーズンを1位で終えながらも、セミファイナルでペルージャに敗れファイナル進出を逃した。2007年、2度目のファイナル進出を果たしたが、再び立ち裸かったトレビーゾに敗れ、2008年、3度目のファイナル進出もトレントに栄冠をさらわれた。 4度目のファイナル進出となった2009年、2勝2敗で迎えた第5戦で連覇を狙うトレントをフルセットの末に破り、悲願のリーグ初優勝を飾った。ありがとうございます。